はい、なぜですね、皮膚に対してですね、角質ケアが、重要かと言いますと、皮膚にはですね、常在菌というのがいてですね、まずすごくいい菌と、表皮ブドウ球菌っていう菌と、あと黄色ブドウ球菌っていって、すごく悪さをしてしまう菌があるんですね。で、この間にいるのがアクネ菌、中間菌って言われてるんですけれども、これがね、皮膚呼吸がですね、酸素がちゃんと呼吸している状態だと、この中間のアクネ菌はですね、いい菌に変わるんですけれども、これ酸素が吸えない状態、ね、例えば汚れが詰まってるとか、皮脂が詰まってニキビになっちゃう。蓋が閉まっちゃってる状態になると、これ悪い菌に全部変わってくるんですね。で、これをしっかりですね、この特殊ファイバーでですね、すべてきれいにかき出してですね、バクテリアをですね、減少することができるんですね。で、それをですね、じゃあ洗顔とか自分のですね、クレンジング洗顔だけできれいに落ちきるかっていうと、それがなかなか取りきれないです。で、日本人はですね、角質ケアの馴染みがほとんどないっていうふうに言われているので、まずは皆さんですね、すごく身近なもので、すごく簡単なんですけど、このですね、フェイスハローを使ってですね、まず角質ケアをですね、新しい 新習慣で取り入れていただいて、必ず菌バランスのですね、もう常在菌のバランスを整えていこうっていうところを、ホームケアでもできますので、ぜひお試しください。